浅間山は岐阜県蟹市と田地見市とにまたがる標高372メートルの山である。美の富士の遺書を持つ。山頂は蟹市における最高地点である。麓には浅間林道が通る。山頂には小授け子育ての神を祀る浅間神社があり、毎年7月の第一日に祭礼が催される。山岳信仰の対象であり、かつては女人金世であったという。 山頂の南側に展望台があり、田島市の市街地や近隣の山々が一望できる。手軽に登れるため、ハイキングに訪れる人も多い。山頂付近に自生する桜井草は、くくりの桜井草自生地として、国の天然記念物に指定されている。1914年に、くくり出身の加藤新一によって発見された。なお、桜井草の自生地として、 国の天然記念物に指定されているのは、国内では、ここが唯一である。近年見られる数が減っており、絶滅寸前である。くくりの桜井掃除聖地となっているが、正式な住所は、くくり柿下入会である。くくりとなっているのは、かつて、くくり村であったことや、一帯がくくりと呼ばれていることによると推測できる。AB 近藤法制。い、e、いとこ見つけた。 東能の隠れた名所浅間山。寄阜新聞。2009年5月2日閲覧。ABCDE カニシ編。カニシシ第四巻自然編カニシ。2007年。ありがとうございます。